一人っきりの部屋で見つけた赤い糸、どこから伸びているのだろうか、そいつをたぐってたどって行けば、一体どこに着くのだろうか、素敵な人が待っているのか、吹きさらしの荒野の果てか、ほっとするような寂しいようなこの部屋を人に背にして踏み出す夜。 皆さんこんにちは。今回は、一人好き、結婚したいが一人が好き、一人好きは結婚に向いてないのかというテーマでお話をさせていただきたいと思っております。一人でね、いることが非常にこの好きで、いくら一人でいても苦にならないという人は世の中にはいますね。しかしですね、ずっとこのまま一人でいていいのか、結婚した方がいいのか、 結婚したい人がいるがどうした方がいいのかというようなことにいろいろと悩んでいる人もいると思うんですね。そこら辺についてですね、えー、一人好きと結婚というものについて今回は考えてみたいと思っております。一、一人好きは性質、結婚は相性。 一人好きの人はなかなか結婚できない一人好きの人は結婚に向いてないというような考え方をする人もいるかもしれませんが私は個人的にはそれは違うというふうに思いますね。なぜならば一人好きというのは性質であって結婚というのは制度であるからですね。この2つはですね全くこの別物カテゴリーが違うことということでこのらを混ぜて考えてしまうそれが間違いなんじゃないかなと思うわけですね。 仮にですね社交性が非常に高くてですね愛想が良くて、えー、喋るのが非常に好きだというような人がいるじゃあこの人がですね、えー、結婚しやすいかというとですねそれはちょっと一概には言えない部分がありますね、えー、仮に逆にこのあまりこのおしゃべりが得意じゃなくて引っ込み事案であるとじゃあこの人は結婚に向いてないかというとそれもまた違うと思うんですね 結婚で大切なのは結局はこのような性質とか性格の問題よりも相性のいい人と会えるかどうかということが問題だと思うんですね。すなわち相手とですね、まあ、気質とか癖とか好みとか価値観とか目的目標これらが合うかどうかということですねあとはそれを踏まえたこのその人の生い立ちとかですね、えー、まあそれまでの家庭環境まあ家柄とか経歴とかの問題も含めてですね あとはまあ生理的な合う合わないとかね、えー、虫がすくすかないみたいなものもありますけどこういうものを含めて相手をどの程度受け入れることができるかということが非常に大きくですね、えー、左右されていて、まあ、その総合的なマッチングということになると思うんですねそして一人好きかどうかというのはその中の一つのセグメントにしか過ぎないというふうに思うからでございます2相性における2つのタイプと えー、相性というものをね先ほど取り上げてこれが大切だというふうに言いましたけど相性というのはやっぱりこの種類があると思うんですね。2つのね相性におけるケースということで言いますとまず1つ目は自分と似たものを好むというケースですねそしてもう1つは自分と正反対のものを好むケースということになると思うんですね。 まず自分と似たものを好むケースということはですねよくですね同類愛あわれむだとかそんなようなことわざがありますけど基本的には似た者同士というカップル組み合わせをですねうまいこといく可能性が高いですよね。 なぜならば相手の気持ちとかそういうものを理解しやすいからですね例えば同じ出身地だったりとかですね同じ県とか学校の出身地であったり年が同じだったり趣味が同じだったりとかそういうものがですね目的も近いとかという人はですねやっぱりこの理解しやすいというところがあってうまくいく可能性は高いというふうに思いますね。しかしかなながらこのような 組み合わせのの欠点点とと、と言いいいますすす盲点というものが作られやすいですね、えー。同じ方向を見てるわけでなのでその反対の方向がガランとこう開いてしまって、えー、そこを突かれるとですねものが崩れ去ってしまうと、まあ、いうようなことがありがちなんじゃないかなと思うんですね。そして、えー、もう一方のタイプですね自分と反対のものを好むケースとああいう,う場合ですけど。 これはどういうことかというとですねことわざで言えば割れ鍋に閉じたということになりますねいわゆる補完関係補い合う関係ということになるんですけどこの人たちはですね互いのないものを持って持ち合わせているもの同士ということになるのではないかなと思うんですねつまりは収入をたくさん持っている人と持ってない人の結びつきだったり知識と経験がある年長者と 勢いと元気がある若い人とかね、社会的ステータスを得た人とこれから頑張ってやっていこうとする人といったようなデコ,ボコ,コンビということとになななるんんじゃないかなと思うんです。このケースはうまくいってる時にはお互いのチーム同士としてのこう力をね発揮しやすいというところになりますね補い合うでねしかしうまくいかなくなってくると途端に崩れだすというようなケースが多いんじゃないかなと思います。 また目的思考でこの結びついたああ関係だと目的を達成した時はいいんですけどね達成してしまった後はあとはこのチームというふうに機能しているものがですねちぐはくになってきてしまうというような傾向もあるんじゃないかと思うんですね。3一人好きの結婚がうまくいかないパターンでは一人好きの結婚がうまくいかない苦労するようなパターンというのは どのような流れになるのかと言いますとですねまずはやはり先ほどのケースで言いますと違ううううタイプ同士のの結びつききとといいいは大きいかなというふうに思うんです,、ね、すなわちデリケートで、えー、一人でいることを好む人と活発で社交的でどんどん行動していくような人このですね相反する関係 補完関係にあるカップルという方がですねやはりこのリスクが高いのではないかなというふうに思うんですねこのカップルというのはハイリスクハイリターンでうまいこといくとですね補い合ってチームとして非常にこの機能的に活躍するわけなんですけどうまくいかなくなるとですねかなりこの崩れやすいという傾向があると思うんですねまあ、人間関係がうまいこといかなくなるというケースは 対外ですね、相手の,この主義主張、これが受け入れなかったり、好みとか、方向性、思考性、こういうものを納得できなかったり、許せなかったりするということで生じるとということが多いわけなんですけど。やはりこの保管する関係だと、それが生じやすいわけですね。逆にこの一人好き同士の人というのは、もともとこの一人好きという人は、デリケートの人が割れと多いんで、家族であろうと、 夫婦であろうとそれなりの距離を保とうとする人が多いんではないかとそして相手の考えとか主張とかあ立場とかを否定するということも比較的少ないんじゃないかなと思うわけなんですね、まあ、人間関係というのは一番大切なのはこの距離感の取り方だということがよく言われますけどまあこの辺の距離感をいかにうまく保つかということが大きな問題となってくるわけですね。 エネルギーの補充法の違い一人好きと非一人好きの基本的な違いはどこに出るかというとエネルギーのの補給の仕方だと思うんですね。言い方がちょっと難しいかもしれませんが簡単に言うと休みののの過ごし方の違いといいいとととうことにななるのではないかと思います。疲れた時の対処法疲れた時の生活の仕方という部分に大きな違いがあると思うんですね。 まあ外交的な人は疲れきってしまった時にどうするかというともちろんですね睡眠をとったり食事をしたりお風呂に入ったりということで体を休ませますがその後はすぐですね人混みに出たり親しい人と接したりまあカラオケ行ったり食事をしたりとするようなそういうことで元気をもらうといったようなケースが多いと思うんですね。その反対に まあ内向的というか一人好きという人はですねもちろん同様にゆっくり眠ったりお風呂に入ったりして疲れを取りたいそしてその後どうするかというとさらに一人になってですね、えー、好きな音楽を聴いたり本を読んだりゲームをしたいというような形で一人になることでエネルギーを補充することが多いと思うようです。 つまりこの外交的な人はですね人と接することでエネルギーをもらうことができる、えー、一人好きな人はですね一人になってエネルギーを補充することができるというですね、えー、この違いがあると思うんですそしてこの違いはですねお互いに元気がある時というのはですねあまり問題はないんですけどお互いがこう疲れきってしまった時とかあ自由にしたいとか あ休みたい時にですね、えー、その生活の過ごし方ということです、えー、すれ違い食い違いいいいい食がが起こるこるとと多いのでではないかと思うんですねまあ知人とか友人レベルでしたら別に疲れてる時にね顔を合わせるということはないわけなんでさほどトラブルが起こるということはないと思うんですけど。 カップルとか夫婦という場合はですね疲れてる時も一緒にいなければいけないわけですね一緒に生活をしているんですからですからあこういう疲れきってしまった時にですねトラブルが起こりやすいという傾向があるわけなんですねこういう時にですね例えば休みの時に外交的な人はですねもっと一緒にいてですねじゃれ合ったりマッサージしたりとかですねいろんな話をしたいということで疲れを取りたいどっかに。 一緒に遊びに行ったりとかして気分転換をしたいというような、ね、傾向があり一人好きの人はですねとにかく一人になって誰にも切数に生きていきたいとそういう時間が欲しいというような、ね、ことになるわけなんですね。そうすると外交的な人はなんか物足りないとか。 寂しいとか大切にしてくれないのではというような気持ちになったり、えー、まあ、一人好きの人はですねまあ、ちょっと鬱陶しいとか重たいとかめんどくさいというような気持ちを抱いてしまうというわけなんですこういう部分が積み重なるとそのカップルの間に相互ができてうまくいかなくなってくるという感じになるようです ということで、以上4つの特徴をお話しさせていただきました。これらのことをですね、いろいろと考えて、自分の特徴、相手の特徴を考えて、相手を選び、そして、お互いのことを知って、話して、す、えー、り合わせてですね、いい関係を築いていくことが、ベストの結婚ということになるように思います。しかしまあ、 一人好きであろうとなかろうと結婚というのは人生における最大のギャンブルというふうに、ね、え言われております。そしてその上に子供ができたりということになるとほとんどもう自分でコントロールできる世界ではなくなっていってしまいますね。もう本当に荒波に放り出されてしまうということになります。ということでえ、まあ、どんなねえせっかくであろうとどんな特性を持とうと結局は全ての人にね、この人生は荒波だということは逃れられないことだ。 なで,すね、ですから一人好きだからといって全く低めを感じることはないと思います。思い切ってて生きていきましょうということで長い時間をお付き合いいただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録いいねコメントなどしていただけたらありがたいと思っております。